はい、いちじくの味わいランキングですね。で、今回はですね、本当に味だけを中心に順位付けしようと思いました。で、前回の方は総合得点でね、味わいだけじゃなくて身の大きさの安定とか、それから放散性かどうかというものを全体的にこう考えて順位付けしました。でも今回は本当に味が美味しいかどうか、そこを焦点に当ててレポートをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、まあこれもね、1から一応8位までぐらいにねしときましょうか。あとはまあ9位から13位まではですね、まあそれぞれ美味しいんですけどね、その味わいだけで言いましたら、まあ大体似たり寄ったりなんで、それほど差がないんで、もうあとはもうそのグルーピングでね、美味しいというグルーピングにまとめておきました。はい、ではね、それぞれ8位までね、ずっとね話していきましょう。まず第1位はですね、アトレアーノです。うちの場合ですね、これはニセダルマティというふうに言われてたんだけども、海外の皆さんがよくそのいくつかの写真を見て、私にね、これはダルマティと思ってた、ダルマティじゃないよ、これはねどうやらアトレアーノと思いますよって言って、私もそう思うっていう意見が5つぐらい出まして、でまあそうなったんですね。まあなぜアトレアーノっていうダルマティがアトレアーノがダルマティにっていうのは、まあアドリア海のね、イチジクを、全体のその地域はダルマティア地方でしょ。そこにあるイチジクは全部ダルマティっていうふうに、こう、なんかこう、くくりをされたんじゃないかと思うんですよ。ですけど、本当のダルマティは、きちんとありまして、バリシカシカ種というのと、それからステラ種って、それが、真のダルマティなんですね。で、歯の方もなんかブルンスウィックに似たら、こう、剣先の鋭い、ような歯なんですよ。そこは全然違う。はい、で、まあ、味わいの方に戻りましたら、アトレアーノはね、すごく甘さが際立ってるんですね。で、しっかりした甘さです。で、食感が滑らか。もうそこですね。そこの3つがバランスがとても良くて、私はこれはね、一番楽しみにしてます。ニセダルマティと言いながらね、まあ、実った実は、極上の味わいだったと思うんですよ。これについては、まあ他の皆さんは賛否両論あるかわかりませんけどね。まあすいません。私は1位にちょっとさせておいてください。で、次行きましょう。2位はロンドデボルドですね。これは総合的にも良かったんですけども、特に味わいがビオレソレスとはスイートカロンに似てる。まあビオレソレススイートカロンっていうのは、甘さももちろんあるんですけども、少し、ほんの少しね、酸味があるんですよ。そこですごくバランスが取れていて、ちょうどいちごのようなね、こう味わい。いちごみたいに酸っぱくないんですよ。いちじくで甘いんですよ。ですけど、そのバランスがね、ちょっと絶妙なんですね。そのビオレソリアス、スイートカルムとロンデデボルト、この3つあたり、まあ他にもあると思いますけども。ですからそういうところでね、ロンデデボルトが、まあ私は2位ですけども、非常に味は良かったということです。で、3位ですね。これはフランダース。これはね、熟すとメロンのようなね、味わいがね、こう、感じられるんですよ。こうプーンとこう、口の中に入れた時に、あれ？これってイチジク？っていうふうに、最初はね、桃かなと思ったんです。で、あ、そうじゃなくてメロンだというような感じをしまして、そのメロンの味わいを出すには、気温が高いことと、どうやらね、いい肥料を与えないとダメみたいですね。で、よく熟す。この、3つが、条件揃わないと、甘いだけのフランダースになると思います。まあ、上品なね、滑らかな上品な甘さなんで、これは、うちの家族にも人気があります。渡して食べてみてってやったら、一番フランダースがね、良かったっていうね、表があります。はい。次4番目。これ、ロードスです。ロードスは、美味なイチジクとされるブリジェットグリースの禁煙種なんですね。うん、で、実って食べた実はですね、ビオレソリオスをこう、大身で食べてるような甘い、その完熟のビオレソリオスを食べてるような感じで、これはね、確かにね、本当に美味しいです。
まあ、これたくさん実らないんで、ここが一番ね辛いところなんですね。アトリアーノとロードスも、もう、いずれがもう、あやめかかげつばたって言われて、こう打つ、つけがたいんですけども、まあ、今までアトリアーノずっと食べてきましたんでね、1位にしましたけどね、ロードスがね、いつかは1位になってしまう可能性もあります。はい。そういうことで、ロードスね、これからも楽しみにしております。はい。次、5位、ダルマティ。ダルマティは、なぜ、もう、栽培したっていうのは、過去で食べたダルマティがすごく衝撃的で美味しかったから、うちでも栽培したいと思って買った。ところが最初で買ったのはダルマティじゃなくてアトレアンドだった。で、2回目で買った苗は、プレコッセダルマティね、ボンホルズムダイヤモンドをダルマティとして、まあ、間違えたんか濃いじゃないかちょっとわかりませんけどね、そこはもう責めたくないんですけども、ちゃんとしてくださったんで。ですけど、2回、まあ、偽ダルマティはね、食べてたんですよ。うん。ですけど、本物ダルマティは、私の果樹園シリーズというダルマティを育てて、どうやらそれが本当のダルマティということで、食べさせてもらったんですけどね。まあ、あんまりうまく実らなかったんで、ですけど、まあ、甘さはまあ、良かったんですけど、本当のその私の思ってるダルマティとはまだ違うんで、またこれはね、来年以降ね、また実ってくると思いますので、期待したいと思います。で、あ、そうそう、代わりの、ボーンホルムスダイヤモンドがダルマティと打ったところが、本物のダルマティですよというふうに当てがあって、今成長してるダルマティもありますので、来年はそれもしかしたらね、実ると思いますので、そこでね、ちょっと考えたいと思います。はい。3番目はグッドールです。グッドール。うん、これは滑らかでね、すごくね、甘い蜜を、こう、うん、蜂蜜をこう食べてるような感じがしないでもないような感じなんですよ。滑らかな甘さ。まあ、蜂蜜ほどはね、めっとりと甘いねっていうことではないですけども、実がね、こう、蜜がね、こう、実のへそのところから滴ってくるみたいなところがありましてね、なかなかね、面白いイチジクなんですよ。ですから、味は本当に滑らかな甘さで、うちの家族の中でも人気あります。私もこれ好きです。うん、結構ね、美味しいなというふうに思います。はい。から7番目。これはヨルダンです。これは私はそんなに最初はそうも、期待して育てたわけじゃないんですけども、実ができると、これはなかなか上位にね、こう食い込んでくるね、美味な中東のイチジクということだということに気づきました。はい。まあ、これそうですね。甘さに、本当にコクがあるんですよね。すごく甘さにコクがあって、美味しいです。はい。で、それがね、何個食べてもね、同じ味で美味しいんですよ。もうそこはね、ちょっとロンド・デ・ボルドーと同じようなところがありまして、身は少しね、小さいですけども、小さい、やや小ぶりですけどね。ロンド・デ・ボルドーよりは少し多いかな、と思いますけども、いつ食べても同じ味で美味しい、コクがあって美味しい、そこがね一番評価だと思います。はい。で、8番目はドリーミースイート。これは本当にすっきりした甘さで、この13種類の中で育てる中で一番すっきりした、ね、甘さだと言っていることは唯一だということはこの前申し上げましたけども、もう本当にね、全体にね、味にね、この嫌味がないんですよ。なんか個性があるっていうのって、評価高めてるわけでもないけども、本当にすっきりしたさ、嫌味のない甘さで、上品なね、こう、なんていうかな、砂糖水をこう、溶かしてっていうかな、っていうんですかね。なぜすっきりとした甘さなんですよ。上品な、甘味料、まあ、砂糖なんか、わかりませんけども、それをこう、イチジクのあれで味わってるという話になって、これはね、女性陣にもね、結構ね、人気、うちでは人気があります。はい。以上ね、まあ8位ぐらいまでとどめておきまして、あとまあカロタとかドーフィンとかね、バナーネとかね、ボーンホルズムダイヤモンドとかブルンスウィックありますけども、それは一つのくくりで、まずくないですよ。
美味しいんだけども、大体似たり寄ったりの味だということで、ご了承いただいたらいかがでしょうか。はい。さあ、皆さんの、美味しいイチジクってどれでしょうかね。この中であったら、いや、俺はここだよっていうのあったら、ちょっと教えてください。はい。今日もありがとうございました。はい。さて、いかがだったでしょうか。今日はこの辺でね、失礼いたします。また多くの皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。ではごきげんよう。さようなら。